かしら。じゃあ手短に言うわね。地下にはもともとたくさんの鉱区があったんだけど、ここ数年列海の侵食が広がったせいで多くの鉱脈で採掘ができなくなったの。私たちが行こうとしてる鉱区は比較的侵食されていないわ。家を食われた流浪者どもが拠点にしたほどだから。流浪者といえば大抵はおとなしいんだけど、人が増えれば中には喧嘩好きなやつも出てくる。そしたらそういう奴らは鉱夫たちと3日に一度やり合って彼らの物資まで奪っていく。ま、これは子供の遊びみたいなものだけど。でも今回は違った。2日前に突然鉱夫と流浪者の間で大規模な衝突が起きたの。それはひどいありさまだったわ。鉱夫は地下にとっての命綱よ。地髄の供給を保ってこそ地上と物資を引き換えられるんだから。事態を収めようとボスは遅延を鉱区に駐在させて私に町の治安を任せたの。でも状況はどんどん悪化してる。私も支援に行かないと。そうだ、あんた、あんたの処遇はボスに会って決めてもらうからね。いいわ、私もちょうど仮想部を率いる人と会ってみたかった。ふん、いいでしょう。あんたもその目で仮想部の惨状を見届けるといいわ。あれ、お医者さん？ナタまでここにいるなんて、予想以上に事態は厳しいってことね。ナタ、ナタまで来てたのね。ボスは？ゼール、それに散歩のお客さんたち、もうゼールと知り合ったのね。オレグは見かけなかったわ。鉱夫たちによると人を連れて奥へ行ったらしいけど。鉱夫とゴロツキの間で激しい衝突が起きて怪我人が出たと聞いたから助けに来たのよ。この人たちはみんな鉱夫やその家族たちよ。ことを起こした人たちを探しに来たの。もう少し先へ行けば流浪者たちの拠点なんだけど、今は入り口を封鎖してる。怒りに満ちた鉱夫に復讐されるのが怖いんでしょうね。どうしてこんなことになったの？第一採掘チームがものすごい広さの地髄鉱脈を発見したんだって。見積もってみたらこの30年間で一番多い埋蔵量だったとか。マジ？そんなでかいニュース全然聞いてないわよ。みんな秘密に従ったからよ。多くの鉱区が列海に侵食され仕事をなくした。このことが公になったら鉱夫たちに大混乱を引き起こすわ。でも流浪者の目は騙せなかった。このことで採掘チームを揺すろうとしたんだけど、それで鉱夫たちも我慢の限界が来た。確かにそれが地下のルール。でも流浪者たちが見たものにも所有権があると騒いで、結局激しい衝突が起きてしまったの。ひどい惨劇だったわ。で、君たちがここにいるのは問題の解決を手伝うため？いいや、それが目的ではないわ。ボスに会いたいって言うから私が連れてきただけ。頼み事があるなら手を貸すぐらいできるわよね。うちらがすごい功利主義の人に聞こえる。そうね、この世に理由のない善意などあるわけないもの。私は君たちを心優しい人だと思うの。見ての通り、地下は今厳しい状況だわ。もしよかったらここの住民たちを助けてあげてほしい。
新しく発見された巨大鉱脈、あそこが衝突の中心になったところよね。前の人寝てるのかな。近づいてみましょう。力になれるかもしれないわ。ところでよく寝れるね。すっごい。ほら起きて、お尻にキノコが生えちゃうよ。な何、キノコスープ、キノコスープはどこだ。え、ジェールさん、こんなところで寝るなんてありえない。命が惜しくないわけ？さっさと休憩所に避難しなさい。避難？あ、そうだ、どこぞのゴロツキが現れて採掘チームとやり合って、俺すごく眠かったからすぐそいつらに捕まっちゃってさ、遅延が助けてくれなかったら今頃きっと丸裸にされてた。奥に行ったんじゃないか。鉱脈の方はとっくに武装したゴロツキどもに占領されちゃって、俺たちみたいな一般人じゃどうにもならないからな。遅延がないと大航空は完全に奴らのものになるだろうな。どうやらボスはすぐ前のようね。あんたは休憩所に行きな。またチンピラに絡まれないようにね。あ、起こしてくれてありがとう。休憩所に戻ってまた寝るよ。あの子、第一採掘チームのエレインよ。急ぎましょう、怪我をしてるかも。エレイン大丈夫？怪我したの？ゼール、ありがとう、大丈夫よ。ちょっとくじいただけ。ちょうどいいところに来てくれたわ。あの流浪者たちにずっとロボットのことを聞かれてたの、本当に知らないのに。あ、まだ中の状況を知らないのね。大航空の行動はすでにロボット軍団に占拠されたの。採掘チームも流浪者も近づけないわ。三つ目の勢力、ロボットが現れた。人間同士の戦いってちょっとありきたりだなって思ってたんだよね。ロボットがどこから来たかもわからないのか。最初は採掘機械の故障かと思ったんだけど、あのロボットは採掘チームの資産じゃなかった。どこから湧いてきたのか、急に私たちと流浪者を取り囲んで行動への唯一の道も塞いでしまったの。きっと採掘チームの人じゃないはず。採掘機1台でもしんどいんだよ。なのに同時にあれほどの数を操作できる？無理な話ね。じゃあ答えは一つね。スバローグ。スバローグ？聞いたことあるような。ファイトクラブで倒したロボットは覚えているか？あ、そうだ、スバローグさんのロボット。スバローグってどんな人なの？説明すると長くなるわ。要するに厄介者よ。まずは他の人を探しましょう。エレイン、自分で休憩所に戻れる？大丈夫よ。ゼーレも皆さんも気をつけてね。人類に敵対するロボット、こんなの初めて。ロボットは何があっても人類の命令。このエレベーター壊れたのか？なんで反応しないんだ？もういいって。降りたところでどうするんだよ。ロボットに殺されたいのか？でもこのまま引けば儲け話はどうなるんだ？バカタレが、コーフたちから奪えばいいじゃねえか。この目で見たぜ、地図を袋に入れるところな。今がチャンスだ。ナイスアイデア。採掘チームを狙うなんてずうずうしい。片付けが必要みたいね。
即戦即決で行こう。よいしょ。争いに意味はない。不利になったら尻尾を巻いて逃げ出す。所詮その程度ってわけね。あれ、これなんだろう。さっきの人の落とし物かな。使用可能なユーザーを検索。ピピ、正門を検出。正門の ID 情報を取得。なんと、よそ者なのですね。どういう状況？これが喋ってるの？それに、うちらがここの人間じゃないって分かってるみたい。この世界の技術ではないだろうな。見ろ、外郭にスターピースカンパニーのロゴが入っている。もしかしたらかつて宇宙を旅した人々がここに残した骨董品かもしれない。ビビ、あなたこそ骨董です。あなたたち全員骨董品です。ビビ、いい、もういいです。よそ者、あなたたちはスターピースカンパニーを知っているのですね。それならいいのです。ビビ、自己紹介。私はホーム用探索機リチャード、バージョン 0.63 専門型デラックスエディション。あだ名はチャーリーです。ホーム用探索機？カンパニーってそんな商品も出してたんだ。ビビ、本機はノウハスキャンモジュールが破損しています。本機もスターピース電機にお持ちいただくと、お約束の保証期間232年と84日以内に無料保証メンテナンスが受けられます。よそ者、スターピース電機に私を持って行って修理に出してください。なんだ、壊れてるんだ。どうする、一緒に持っていく？ビビ、そう、それでいいのです。何か探し物があるときはチャーリーに声をかけてください。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。あれ、あっちが騒がしいね。喧嘩してるみたい。弱い者ばかりを狙う癖して、スバローグの手下どもの前では何一つできないんだね。根性っていうものがありゃしない。ふざけんな、ロボットとやり合ってどうする。お前らこそ善人ぶってこんだけの地髄を独り占めしようとしただけじゃねえか。この鉱山はもともとあたしたちの縄張りよ。甲府たちが一生懸命働いているとき、あなたたちは何をしてたの？食って寝るしか脳のない豚どもが人様のものに手出ししようとするなんて、この恥知らず。恥知らず？飢え死に仕掛けてるのに恥知らずだと？ああ、分かったぜ。俺たちが全員死ねば食いぶちが減ってさぞ嬉しかろうよ。まったく話にならないわ。まあよかったわね。おかげさまで鉱脈全体がロボットに占領されて、どっちのものでもなくなったじゃないか。ああ、鉱脈は諦めた。だが忘れたか、弾を込めた物が今誰の手にあるのか。何するつもり？警告だよ、遅延が近くに。遅延遅延とうるせえんだよ。奴らは今スバローグの手下とやり合ってんだから、お前らをかばってる暇なんかねえぞ。体に穴が開くのが怖かったら持ってる物資を全部出せ。あいつらやるつもりよ。あの甲府たち武器を持っていないはず。おのれ。
たは落ち着いていられるかもしれないけど、あれはみんな私の知り合いよ。私も行く。あいつらの好きにはさせない。おっと、これはまたどちら様で、ここが誰の縄張りか知らねえのか。お黙り。病気を食らい。少なくともあんたたちのじゃないわよ。全員でかかってきな。こっちは急いでるんだから。トリア。ゼーレ、よく来てくれた。もう少しで。ザ子供が。あんたたちが無事で何よりよ。そうだ、アントニア、ボスを見かけなかった？オレグさん、彼なら人を連れて行動に向かったわ。侵入してきたロボットを駆逐するって言って。もう随分経つわね。遅延がいない隙に乗じてチンピラどもが暴れてるのよ。やはり問題点はスバローグのロボットね。スバローグはシルバーメインが離れた後に突然現れ、すぐに下層部の一部を制覇した。彼は人類の守護者を自称してるわ。主のない全てのロボットは彼の命令に従う。そして炉心を占領して誰も近寄れないようにしている。どうしてこんなことをするのかは誰も知らない。スバローグは滅多に炉心を離れないけど、下層部のどこかで騒乱が起きれば彼はそこに現れるわ。ロボットを支配する人類の守護者？そんなの聞いたことない。へえ、あんたたち喧騒者も全知全能ではないのね。二人ともいちいち険悪にならないでよ。先に目の前の問題を解決して。コークの行動が危ない状態みたいだけど、中には入れるの？そうね。でもボスに用があるんじゃなかったの？ポンコツなんか怖くないんだから。おお、もしかしてゼーレに実力を認められちゃったり？正直なところあんたたちの腕前は悪くない。遅延の者がみんなあんたたちのように戦えたら、スバローグに抑圧されることもないでしょうね。アントニア、採掘チームを入り口まで連れて行ってナターシャと合流できる？問題ないわ。ゼーレたちこそ気をつけて。この先にはロボットがたくさんいるはずだから。この道で間違いない？塞がれているみたいだけど。知ったふうに。完全に塞がれちゃってるね。どうする？この校舎をドカーンってしてみる？待ちなさい。これは採掘チームの資産だから、勝手に壊すわけにはいかないわ。直す方向で行きましょう。そう言われてもどうやって直せばいいの？下層部の人間なら校舎の構造くらい知ってて当然。私が見てみるわ。本体とシャーシをつなぐプラグと後ろの輪軸ベアリングが壊れてる。きっとスバローグの手下の仕業ね。交換できる部品を探さないと。本当に時間の無駄。ビビ、良き友人、何か探し物ですか？チャーリーがお手伝いします。これ自分から飛び出してきたんだけど、壊れてるんじゃなかったの？ビビ、ノウハスキャンモジュールは破損していますが、手動入力検索機能は正常に作動しています。どうぞ探している対象物の名前を入力してください。チャーリーなら捜索を手伝うことができます。ふーん、そんなに自信があるならちょっと試してみよっか。入力画面は あった。校舎のプラグ、校舎の輪軸、確認。これでいいの？ビビ、要求を処理中。ビビ、マッチング成功。紛失物品、校舎のプラグの捜索を開始。
示物品を発見。オウム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。ビビッビビッ、類似物品を発見。今回の捜索は終了。どれどれ。この部品はなんとか使えそうね。この探索機なかなかやるじゃない。ビビ、これがチャーリーの実力です。めっちゃ便利じゃん。これからは炭鉱が迷子になってもチャーリーを使えば簡単に探せるんじゃない。ビビ、現在のところ有機生命体の捜索はサポートしておりません。詳しくはスターピース電機にお問い合わせください。悪くない考えだが、今は残りの部品を探すのが先だ。ビビ、紛失物品校舎の臨軸の捜索を開始。ビビビビ、類似物品を発見。オウム用探索機安全使用ガイドに従って捜索を開始してください。発見。今回の捜索は終了。スリープモード、これで部品は揃ったね。助かったよチャーリー。ビビビビ、どういたしまして。スターピース電機はあなたの頼れるパートナー。ビビ、捜索完了。スリープモードに移行します。ホーム用探索機を充電してください。ラッキーだったね。チャーリーがなかったら部品を探すのに半日かかってたかも。それは大げさだと思うけど、確かに便利だったわね。よし、それじゃあ戻って校舎を修理しましょう。ゼルがやるの？私以外に誰がやるわけ？仮想部の人間は何をするにも自力でやるの。あんたたちも見習いなさい。無事に直せた。ふん、なかなかやるじゃない。あんたたち全員温室育ちで力仕事はできないと思ったのに。出発進行。前の行動はすでにロボットに占領されてるわ。止まって、緊急停止。ああ、怖そうなでかいやつがいる。あのタイプスバローグの犬で間違いないわ。怖がることないわ。前にもあんなのを倒したことがある。行くわよ。下手に動くな。うちの出番。生死虚実、同点原型、超無一角。即戦即決で行こう。重傷じゃの。よいしょ。痛くも痒くもない。逃がさない。ルールは破るためにある。争いに意味はない。やっ、足を引っ張ってないでしょ。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。直す
してやろう。よいしょ。後悔しても遅い。うむ、異病を治さず未病を治すんじゃ。近くで見るとより壮観だね。未病を治すんじゃ。この鉱脈、これのために皆さんを見て。スバローグ、大きい鉱脈、これほどの地髄見たことない。計算中。平均採掘効率に基づき、この鉱脈はベロブルグのエネルギー供給を231日維持できる。誤差範囲は7日間。だが私をここへ呼んできたのは鉱石のためではあるまい。あなたの考えを言ってくれ、クラーラ。スバローグに見せたかったの。たくさんの流浪者と甲府が怪我を負った。ここの人たちを助けてあげられないかな。双方の争いは止めた。採掘エリアもしばらく制圧が可能な状態。検討結果、30日間、突然の変数が発生しない限り大規模の衝突は起こらない。それは分かってる。クラーラはこれじゃ足りないと思うの。採掘チームも遅延の皆さんもスバローグの本当の思いを分かってない。みんなのためにもっといいことをすれば。私の使命は下層部を守ることだ。少数のサンプルから信頼を得る必要はない。人類の行為はいつも論理的な計算から逸脱する、クラーラ。彼らがここに現れたのがその証拠だ。スバローグ、前回のケリも一緒につけるわよ。遅延所属のゼーレか。あなたたちの抵抗に意味はない。下層部に残るのが最良の生存戦略。計算結果は明らかだ。またあんたは計算結果だの生存戦略だの、あんたのくだらない話を聞いてる暇はないわ。さっさと手下どもを引かせなさい。痛い目に遭いたくなければね。見ろ、クラーラ、このように過酷な生存環境においても人間は分裂し逃走する。でもスバローグ、計算結果を覆そうとする人間は下層部生存戦略の多大なる脅威だ。計算完了。結論は一つ。最も効率が良いのは武力で遅延とその仲間を屈服させることだ。それにセンスのある着こなし。え、まさかここで引くつもりじゃないよね。あの赤い服の女の子はどうなるの？行くぞ、クラーラ。外部からの変数が出現したから計算をやり直す。炉心を守るものが必要だ。ミルズ、お願い、あんまり痛くしないで。そろそろ雑魚に飽きてきたところよ。ちょうどいいわ。付き合ってあげる。下手に動くな。うちの出番。直してやろうか。よいしょ。生死拒絶。
一年の同点研究勝負一角はっついてないねファン始めようかはっトリアかゆくもない逃がさないたまには真面目にうちのとっておきを食らえ争いに意味はないはっ即戦即決でいこうよいしょ後悔しても遅いはっルールは破るためにある生死虚実同点研究勝負一角こんな手下が一体どれだけいるの？たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて、私たちじゃどうにもならない。クララ？気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。よくやってくれたな、ゼーレ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて、長い戦いになると思ったんだが。ボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね。無事だ。とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間コークは平和になりそうだな。それで隣にいる者たちは？ああ、こいつらね。散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。そんな話は久しぶりに聞く。覚えておこう。遅延は誠実な友を歓迎する。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう。そんなことがあったのね。面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてるときによそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い浮かべる。今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに仮想部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。この十数年間どう生きてきたのかをな。仮想部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここはお前の意思を尊重して大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。奴はかの戦争を経験した古のロボット。
古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。見た目で判断しちゃダメだよ。うちだって何百歳だけどわからないでしょ。俺が知る20種以上の調整種族にお前みたいな見た目のやつらはいないが。もうフォローしてよ。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら俺たちは力になれない。ならスバローグと会話のチャンスを作らなければならない。それかメモリーを渡してもらう。うちらで探してもいいし。どうすれば。俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが毎回拒まれていてな。ヤツは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。だがお前たちなら話が違ってくるかもしれない。まあ何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いしお前らも疲れただろう。俺が手配してやるから町に帰って休むといい。また休憩なの？この世界の休憩にはトラウマが。それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか。まだ早いし、どこかへ行く？あら、あんたたちがオレグさんの客？ゲーテレストランへようこそ。あ、上層部の立派なゲーテホテルを見たのね。嫌な思い出が蘇ってきた。あそこはレストランの支店よ。数百年前、ゲーテ家の先祖が何の元でもなしに事業を起こしたの。自分はいつか成功するって信じながらね。で、その夢はやがて叶い、地上にも支店を開いたってわけ。夢を叶えるために努力したんだ。なんだかうちらも頑張らなきゃってなるね。オレグさんからはよくもてなしてくれって言われてるわ。はい、ルームキーよ。一番くつろげる部屋を用意したからゆっくりしていって。ねね、どうする？もう寝る？それとも周りを歩いてみる？やっと一休みできそうだね。今度こそ無事に朝を迎えられますように。あのオレグっておじさん、誠実そうな人だったよね。二人はどう思った？計りがたきは人心とか言わないんだ。いつも理屈を並べ立てるわけではないからな。俺の思うに警戒は怠らない方がいい。うん、炭鉱の言う通りだね。この前もホテルで裏切られたばかりだし。ならば今夜の見張りを決めるとしよう。見張り？そんな前時代的なことやるの？あれってファンタジー小説の冒険団がやるようなことでしょ？わー、急に眠気が。無理無理、徹夜なんてしたことないんだから。お肌にどんだけ悪いか知ってる？私にやらせて。ブローニャ、オレグさんとの話は終わったの？意地悪なことをされてないよね。大丈夫。でも話がうまく噛み合わなくて納得できない部分もあった。一度に大量の情報が頭に流れ込んできたから今夜は眠れそうにないの。もし私のことを信頼してくれるのなら見張りは任せて。信頼してないわけじゃないけど、ブローニャを一人にするのが心配で。
だってシルバーメインの一員だし、うちらよりトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょ。確かにその可能性はあると思う。シルバーメインはここの人たちに苦痛をもたらしてきたから、もし誰かがカカリア様を止めていてその結果を教えていたなら、いや今さらこんなことを言っても意味はない。心配しないで、遅延のオレグは身の安全を保証すると約束した。彼のような人物ならきっと約束を守ると思う。だからあなたたちは早く休んで。